なくなる。そうですよね、そうなんですかね。ただまあ確証がないから、そうですね、待つしかないという。あと本人楽しんでるパターンもありますよね。なりました。はい。ちょっとこの後部屋を移動してもらいます。このまま。ちょっとこのままお部屋の移動をさせていただきます。このまま。はい。先生がこちらに来ますので少々お待ちください。はい、失礼いたします。なりましたって言いましょう。じゃあネタバラシに行きますか。宮下さん、ですめちゃくちゃ変だと思うね。なんだよ。とりあえずこれ取ってよ。ちょっとそこ閉めてよ。そこ閉めてよ。あいつらに言われよ。恥ずかしいよ。部屋移動してましたけど、その体勢で。恥ずかしいよ。撮ってもらえます？いや、ちょっと撮ってもらおうよ。もうピッピーってなったんだよ。ちょっと、水葉さん。すげえ恥ずかしいよ。ちょっと、引き取ってください。ちょっと、はい、ちょっと一旦。37.4 大丈夫かな。宮下さん。はい。何もというわけで、まあ、リアルに悩んでたじゃないですか。そうだね。で、本当にリアルに診察を受けていただこうと思ったんですが、うん、まあ、その前にちょっと遊びドッキリを仕掛けさせていただいたと。いらないでしょ、それ。めちゃくちゃ真面目に俺悩んでんだから。じゃあ本当の診察いきますか。行きましょうよ。ちょっとここまであくまでもあの導入だけなんで。これやっちゃってるよ。6年前だったらどんどん出してよ。どっ